はい。皆さん、こんにちは。J と申します。さあ、今日は定期テスト対策ね。人の性は悪なりというね。純子のお話見ていきたいと思います。 人の性は悪なりですね。これが主語になってて悪なり。これが動詞です。その善なるはという風になってますね。ここが主語になって、義なりという形になりますね。人の性は悪なり。その善なるは義なりという形ですね。人間の本来の性質は悪であり、それが善であるということは作為的なのだという風な話になってます。ここはね、結構問題で聞かれるところを予測してます。まず、性という言葉の意味ですね。これ何ですかという ね、まあ本来の性質です。そしてこのそのっていう指示語は何ですかっていうとこれ人間のことを指してますよと。で、善なるというのは言い換えの問題がね出てくるんじゃないかなというふうに予想してます。 で、義というのはですね、これ結構意味として取り間違えることが多いんでね、気をつけましょうね。義っていうのは作為的、人為的、自然なものではないという意味で使っている言葉ですよ、という感じですね。で、今、人の性は、これが主語になってて、生まれながらにしてあり、これが動詞ですね。生まれながらあるのだ。で、何があるのかっていうとですね、これ動詞になってますけども、ここ。理を好むことあり、という風になってます。 今、人の性、生まれながらにして、利を好むことありですね。どういう意味かっていうと、さて、人の本来の性質というのは、生まれながらにして、利得を好むところがあるのだ、という感じですね。で、あの、さっきの善なるの言い換えはっていうとね、また実は出てきてないんでね、えー、おいおい見ていったら出てくる形になりますというところです。はい。で、続き行きましょう。これに従うですね。これは従うという読み方をね、聞かれると思います。これ動詞です。 これに従うですね。ゆえに争奪。これが主語ですね。生じて。動詞になってます。で、自称。これがまた主語になってて、滅ぶという形になってますね。自称というのはまたこれ意味でも聞かれそうなものなので、ぜひ注意しておいてください。これに従う。ゆえに争奪生じて。自、自上滅ぶ。 この本性に従うからですね、争奪が生じて、まあ争いですね、人に譲るという、これが事情という言葉の意味ですが、精神がなくなってしまうのだという形になっております。はい。ここね、遠慮して情報することのことを事情というふうに言ってます。で、まあ、もしかするとね、ちょっと答えが気になる方もいると思いますから、この善なるっていうのは何かっていうと、言い換えはですね、こうなります。 え、このね、事情という言葉。で、この後文章を見ていくと、中心、礼儀、分離、知という言葉が出てきますけど、このあたりがですね、善なるっていう言葉の言い換えになります。そして、この義ということね、作為的だというところの言い換えとしましては、こんな感じかな。四方の化、えー、そして、礼儀の導き。この辺がですね、答えとして答えてほしいかなという感じです。続き行きましょう。ほとんど同じ形になってますよね。生まれながらにしてあり。 何があるのかなっていうと、質をすることありですね。質をっていうのは一体意味なんですかというのがこれまた問題で聞かれたりします。妬みや憎しみという感じなんですけどもね。で、従う。これが動詞になってて、これに従うというふうになりますね。生まれながらにして、質をすることあり。これに従うですね。生まれながらにして、憎悪の心がある。この本性に従う。うん。意味としては、妬むこと、憎むことを言いますよと。 故に、残続、生じて、動詞になってます。そして、中心、滅ぶ、ですね。先ほど出てきた、中心というね、これが答えの一つになりますよという形ですが、 故に、残俗生じて、中心滅ぶ、ですね。だから人を損ない、害することが生まれ、誠意や真偽がなくなってしまうのだというね。中心というのは誠意や真偽のことを指しますと。で、残俗というのはどういう意味かって言われるとですね、この、損なったり、傷つけたりすることを残俗というふうに表現してます。そして、さらにまた羅列してる感じですね。ちょっと追討的表現が続きますよね。 生まれながらにしてあり。ね、何があるのかなっていうと、地木の欲ですね。これが主語になってます。生まれながらにして地木の欲あり。生まれながらにして聞きたい、見たいという欲求があり。ですね。意味としては見たり聞いたりしたいという欲望です。そしてあり。何があるのかなっていうと、好むことがある。ね、何を好むのかというと、生殖ですね。生殖を好むことがあるという形です。 そして、これに従うという形になっています。生殖を好むことあり、これに従う。美しい音楽や女性を好むところがある、この本性に従うですね。まあ男なら、まあ女性でもわかるかもしれませんよね。えー、生殖ね、もう色ですね。色好みってやつですよね。うん。 故に、淫乱、淫乱、生じてですね。淫乱が生じると。礼儀、分離、滅ぶというふうになっております。故に、淫乱生じて、礼儀、分離、滅ぶと。 従うから、淫乱な行いが生じて、っていうね。まあまあ、ちょっとね、<laughs> あの、なんて言うんでしょうか。教育的表現に変えるならば、不誠実なという感じですけども、ここは僕はあえて淫乱という風にね、うん、訳してます。礼儀や物事の秩序がなくなってしまうのだという感じになりますね。まあ、なので、もともとね、生まれながらにして、先天的に人間というのは、地獄の欲を持ってる、質を持ってる。まあ、だから良くないことが起こるのだという話をもうバリバリしていってるわけですね。 そして、しからば、すなわち、そうであるならばと、従う。何に従うのかなっていうと、人のせいですね。人のせいに従い。で、また従えば。これもしかすると、従幅というふうにね、教科書では書かれているものもあるかもしれません。皆さんの持ってる教科書に従ってもらえればいいかなと思いますが、僕の持っているものは従えばになってたので、従えばでいきたいと思います。人の情。これが目的語になってます。帰り点21の関係ですね。 しからばすなわち、人の性に従い、人の情に従えば、そうであるから、人の本性に従い、人の感情に赴くままに従ってね、行動すると、必ず出てくる。 何がかっていうと、争奪ですね。争いが生じるし。そして、ここもね、合してっていう読み方と、相手という読み方がいろいろあると思います。これもね、教科書に従っていただけたらなと思いますけども、合して、相手。まあ、意味は同じですね。ね、何を合するのかっていうと、半分乱離というものをですね、合してというふうになります。 必ず争奪にいで、半分乱離に合してですね。必ず争奪が起こり、分離が犯されてという感じになりますね。分が犯され、利が乱れるという形になるので、まあ、こことしてはですね、意味としては、えー、先ほどの分離というのが乱れてしまうということになるので、ものの道理や理屈、断り、道筋とか、そういったものというのが犯され、乱されてしまうという感じになります。つまり混乱するということですね。 だから結論をまとめてます。キス。何にキスのかっていうと、棒にキスという風になってますね。棒にキス。 秩序が乱れた状態ににななってしままううということいこりますつまり、人の性いというものが悪であるから、その悪である人の性に従って行動すると必ず秩序が乱れてしまいますよというお話をしているわけですね。なので、某というのは秩序が乱れた状態という意味で使いますと。で、これを避けるにはどうしたらいいのかっていうと、実はこれから出てくるんですけども、司法、そして礼儀、この辺にですね、従っていかなければいけないという 話になっていきます故に、必ずまさにというね、この辺ちょっと読み方が聞かれたりするので、ぜひ気をつけておいてくださいね。まさにありて、何があるのかな四方のか、礼儀の導きですね。道っていう字はね、導くというふうに使ってますよね。導きというふうに読みますので、間違えないようにしてください。故に必ずまさに四方のか、礼儀の導きありて。 ですね、だからこそ必ず正しい導き手や礼儀の導きというものがあってということですね。叱る後にその後ですね出てくる事情に入れ。 そして、がして、相手、どちらでも構いませんが、分離に合うと。しかる後に、事情にいで、分離にがして、その後に、事情の精神が生まれ、道理にかなう行動をし、そして、キスのだ、ですね。何にキスのかというと、地にキスのだ、という形になります。 世の中が収まるのだという感じですね。で、最後の部分というか、ここを全般的にですね、ここの文章が全般的に書き下しの問題であったりとか、解釈だったりというのがね、聞かれるような問題が出るかなというふうに予想しているので、ここの部分に関してはぜひね、理解しておいてください。いいでしょうか。話としてはですね、ちょっと見てみましょう。最後の部分に行く前にですね、ほとんど同じ形なのがわかりますかね。 しからばすなわちですね。人の性に従ってしまうと争いが起こり、理屈、分離というものが侵され、そして秩序が乱される。だからどうするのかっていうと、司法のか礼儀の導きというものにしっかり従って、そうするとですね、事情、譲り合いの精神が生まれ、そして道筋、道理にかなった行動ができるようになり、そして世の中というものが収まるのだっていうね。 ちょうどこの今見てもらっている二つのページというのがちょっとね完全に対比的な感じになっているというのを見破ってくださいねと。そして最後行きましょう。ラストです。これを持ってこれを見ればですね。まあこれ書き下しとあとは現代語訳が聞かれるかなと思いますので、まずはこれを持ってこれを見ればというふうに書き下しできることと意味ですね。こうしてみるとというふうに訳を作れるようになっておいてください。こうしてみると しからばすなわち人の性は悪なること明らかなり。そうであるならばすなわちってことですね。人の性は本性というものは悪であることは明らかだ、明確だというふうに言ってるわけですね。その善なるものは義なりというふうになってます。最初と最後が同じような表現を使ってますよね。それが善であるということは人意によるものなのだですね。だから無理やり強制して 善という風うにしてるんだと、ほったらかしにしてると、基本的に悪に染まってしまいますよという感じです。で、ここの部分ですね、一個問題をちょっとね、難しめの問題を用意しました。人の性は悪なること明らかだという風うに書いてあるんですけども、今回の文章を見ていて、人の性が悪だと本当に証明できたのかという風うに問題が出されたらどうしますか どうしますかね今回の文章を読んでいて、本当に人の性というのが悪だと証明できたのかな果たしてっていう。これはですね、答え用意しました。こちらです。性に悪が生じる原因があることを指摘しているがですね。人の本性というものにね、悪というものが生じる原因というのは言ってますと。 だがと、性自体が悪であることまでは証明できていませんよというのが回答になります。こんな感じですよね。人の性っていうものは悪だというふうに言ってますけど、確かに本来の性質としてえ、こういうものが備わってますよみたいな感じのことを言ってはいます。うん。妬みや憎しみを持つ心がある、樹木の欲がある、そういうものがあるのは確かに悪に染まりやすい。そういうものがあるから悪になりやすい。 質をがあるから争奪するし、樹木の欲があるから、ね、生殖っていうものにはまってしまう。音楽とか、まあ、いわゆるね、きらびやかなものっていうのとか、あとは女性ですね、性欲的なものにはまってしまうと言ってるんですけども、じゃあ実際、その、もう、本当に、本来の性質というものが悪なのかと言われたらどうなんていう。人の性が完全に 悪だのかと言われたらどうなんですかねっていう、こういう側面がありますよという話はしてるんですけども、本当にそれだけなのかっていうね。果たして本当にそれだけなのかっていうのを考えるとちょっと微妙ですよね。実際だって、赤ん坊に嫉妬や妬みみたいなものってあんのかみたいな感じもしますし、 地木の欲というのがあるからって言って性欲に目覚めるみたいなことって本当にあんのかみたいなことを考えるとですね、ちょっと怪しくなってきますよね。なので、悪が生じる原因はあるけれども、それが本来の性質として本当に完全に備わっていて、人間の性というのは完全にそれだけかって言われたら、ちょっと疑問ですよね。なので、えー、僕の回答としてはこういうふうにしてます。 性自体が悪であることまでは証明できていないとするべきかなと思いますので、まあ、この辺また参考にしていただいてね、テスト勉強を頑張っていただければと思います。はい。ということで今回はですね、えー、巡視の人の性は悪なりというお話について見ていきました。巡視はですね、結局この儒家としての立場になるのかなと思います。結局ね、よく言われる話なんですけども、孟子というのは性善説。 生まれながらにして善なのだという考え方。そしてこの純守というのは性悪説。生まれながらにして悪なのだというふうによく対比されるんですけどもえ、実はですね、どちらも共通していることがあって、それが何かっていうとですね、礼儀の導きだったりとか、そういうものによってですね、人っていうのは正しい方向に行くのだという話をしてるから、実はですね、同じこと言ってるんですよ、申しも。礼儀というのはぜひ、道、こうね身、身につけるべきものだと。 ね、これどっちも言ってます。 礼儀というのを身につけておかなければいけないんだ。申しも言っているし、順守も言っている。そう考えると立場は一緒なのかなという感じになりますが、その辺まで押さえてもらえていれば、もう完璧じゃないでしょうか。はい。ということで、今回の説明はこのあたりにしておこうかなと思います。また、テストね、ぜひ頑張っていただければと思います。役に立ったなと思う方は、ぜひ高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。また、えー、テスト結果とかね、わ、えー、かった、よかったよっていう方はですね、コメント欄とか にもコメントをぜひ残していただければなと思いますそれではテスト勉強皆さん頑張ってくださいボーイ <music> まあ気持ちはわかりますよねこの重視のね制約説的なものがあるからいわゆる法化っていうね、えー、法律というものが必要なのだという話につながっていったりもするんですけどね 法律なんかなかっても別にいけるやん。だって人間っていうのは生まれながらにして善なんだからっていう性善説をとってると別にね、ルールで縛らんくてもええやんみたいな感じになるんですけども、まあどうでしょうね。どこで悪に染まっていくんでしょうね。人間というのはね。その辺はなかなかちょっと難しい問題ですよね。ちなみに僕は善ですよ。<laughs> バイバイ。いってらっしゃい。